のかな。誰かの都合で生きる日々、妥協と後悔ばかりが増えた。いつだってさ、ここに立つのが自分じゃなくても、きっと世界はこのまま進んでく。なくしたまま可できないこと、置き去りにしたその景色も、いつかの答えをただ探してたんだ。変わらないもの、大切に守ってたその言葉も、全部今への悪いがなくて、いつの間にかそれが人生と言い聞かせて、逃げ出すことになる。